新資金が登場しました。はいどうも皆さんこんにちは。和田トマトです。今回は6月になったということで、月が変わったと言ったら、月替わりのクエスト資金ですよね。そして今月追加された資金がこちらです。ビジネスモンキーという名前の資金です。私は資金の名前の意味がわからなくて、調べてみましたが、なかなか出てきませんでした。なので、諦めました。諦めんなよ。っていうのは冗談で、どうやらこれは造語だそうで、単語の順番を入れ替えた、モンキービジネスには、しっかりと意味がありました。その意味が悪ふざけやインチキ、不正行為だそうで、ちょっとヤンキーな、お猿さんってことになりますね。そして、今回の資金はいつもとは大きく違う部分があり、それがハブタイトルも、セットでついてくるということです。これは異例の出来事で、私の知る限り、初めてハブタイトルがセットで登場します。もしかしたら、今後もハブタイトルがセットで登場するかもしれませんよね。得点が増えて最高の気分です。ということで、購入していきましょう。クエストポイントが3万ほどしかないので、足りるか心配です。なんとか購入できました。スキンを着てみます。おお。めちゃめちゃいいですねー。ということで、お猿さんになりました。アスレチックが、すごく上手くなってると思うので、ハブにある、激ムズアスレチックを、一発でクリアしたいと思います。行くぞー。